すいません、それでは時間になりましたので、今回の最終回なんですけども、計算科学技術特論 C を始めさせていただきたいと思います。今回は先々週、お話しいただいた千葉先生、東京大学千葉先生の、ソフトウェア工学の視点からの後編ということでお話しいただきたいと思います。それでは先生、はい、ありがとうございます。ご紹介ありがとうございます。あ、入ってますかね。大丈夫、マイク大丈夫でしょうかね。はい、東大の千葉です。前回2週間前になるんですけど、1週間空いてしまったんですが、続きというか、の話をさせていただきたいと思います。まあ、前回聞いてくださった方はあれかもしれないんですけど、割と取り留めのない話をダラダラとやって、何だったかなっていう感じもあるんですけれども、まあ、今回はもうちょっとテクニカルな話にも踏み込めればと思っております。で、まずその前回の振り返りなんですが、前回私何話してたかと言いますと、まあ一応最近の潮流をお話してくださいという依頼をいただいたので、まあウェブだけじゃないんですけれども、主にまあウェブアプリケーションを作っている人たちが今どういうふうに作っているかっていう最近の潮流というのを、まあ簡単にまとめてみました。まあ、簡単な割にはならなかったんですけど、まとめたというのは前回でございました。で、申し上げたかったのは、今ややっぱり開発スピードが非常に重要であると。特にああいうウェブみたいなお金がたくさん動いているような、世界では、誰かそのいわゆる起業家の人たちが企画を思いついて、で、企画を思いついた企画を素早くこうサービスに落とし込んで、それを製品、一般に出すと、売るというか、公開するというか、っていうことが大事であると。で、そのため、実際ソフトウェアを作る現場ではどういうことをしているかというと、なるだけ独自の部分ですか、そのソフトウェアなりサービスなりを、差別化するような、独自な部分に注力して、立った方がいいんですかね。注力して、で、それ以外のところは極力汎用品を使うっていうのが今非常に大事なんだっていうことをも、申し上げたつもりです。まあ、そういうの、汎用品のことをコマーシャルオフザシェルフとかっていうんですけれど、別にコマーシャルソフトウェアである必要はなくって、オープンソースだったり何だったりでもいいんですが、そういうことを使います。で、その代わり、いわゆる差別化につながる部分だけは、自力で頑張って作ると。で、そういうことをする、そうすると、割と少人数で、少人数の精鋭チームで、割と大きい規模のソフトウェアを作ることも可能になるので、まあそういう体制が、昨今のその、次から次へといろんなサービスが出ては、まあ出ては消えなんですけれど、どんどん出ていく、投入されていくっていうことにつながっていると思います。で、まあポイントは、ソフトウェアのその、そういう体制でソフトウェアを作ろうと思うと、そのソフトウェアはそのモジュール化といって、まあ、部品、いくつかの部品に分けて、その部品をこう組み合わせて作れるようにするっていうことが、とても大事になります。まあ、なので、それを支えるためのそのプログラミングの技術もありますし、またその開発の手法っていうんですか、ソフトウェアの設計なんかもそういうことをかなり意識してやることになります。だキーワードは、車輪の再発明は避けるっていうことで、まあ、同じ、すでにあるものであれば、自分で、二昔ぐらい前の、エンジニアの人であると、マインドとしては、すでにあるものであっても全部自分で作ってみたいから作るんだっていう意識が割と強かったんですけれど、最近はそれは非常に良くないことだっていうことで、まず何か作ろうと思ったら、まあ、Google で検索して、同じようなことをするソフトがすでに存在しないかどうか確かめて、あるんだったらなるべくそのあるものを使うと、いう感じの意識が高まってきています。まあだから最近の若い人たちはプログラムはあんまり書かない。すごくできるような、プログラミングが得意なような人たちでも、意外とプログラムは書かなかったりすると。で、むしろどういうのをこう、適切なものを引っ張ってきて、パパッと組み合わせて使えるっていうことが、よかったり、能力の証だったりします。で、でもまあ、モジュール化っていうのはそのソフトウェア全体の組み立てもそうなんですけれども、その自分たちで作る部分っていうんですかね。独自の差別化する部分で自分たちで一生懸命作る部分の開発においても、やっぱりその部品化するって、モジュール化して、なるべく分けるってことは大事です。まあそれはその、再利用、
あるアプリケーションを作って、また次のアプリケーションを作るときになるべく再利用できるようにするためには、その自分たちが作るところもまあ部品になっていて、まあ、ある種は自分たちの中の汎用部品みたいな形にしておくっていうのがとても大事だったりします。またそういう形になっていると、何か新しくソフトウェア拡張したくなっても、まあ、拡張しやすいと。それからあと、結構重要ですけれど、バグが見つかった時にも、その部品にこう、きれいに分かれていると、どの部品を直せばいいかってことが分かりますので、比較的バグフィックスしやすいとか、まあ、いろいろな、メリットがあるので、まあ、そういうことが重要になってきております。それで、レッスンで何が学べるかっていうことなんですけれど、まあ、この話いただいた時に、この講義の話をいただいた時に、まあ、言ってみようと思ったことの一つは、その、新しいソフトウェアを作って、それを世の中に広めたいと、競争力のあるソフトウェアにしたいと思った時には、何で競争力を得るかっていうのは結構重要な問題だと思うんですけれど、まあ、やり方いろいろありまして、その値段が安いとか、サービスが充実してるとか、コミュニティがなんか良くて、あるいは本がいっぱい出てるとか、いろいろあるんですけれど、ソフトウェア の技術的な面から言うと、その再利用性と使いやすさっていうのは競争力を得るため の基盤になり得ると。特にそのアプリケーション単体を出すんじゃなくて、アプリケーションを作る、大体作ってる半完成品みたいな、まあ、部品ですよね。ほとんどのことをやってくれる部品で、最後の一撃というんですが、最後の新しい例えば計算方法ですとか、そういうところだけを自分で自力で実装すると新しいアプリができるみたいな形になっていると、それは結構ユーザーベース多そうですので、競争力が出るのではないでしょうかと。で、まあ、それをやるためには、採用性の高いコードにして、で、かつその部品なんで、ね、部品使ってもらわなくて意味がないですから、作るときにもなるべく使いやすい、あまりプログラミングに詳しくない人でも部品をそのまま持ってきて、パッと何かこう、マニュアルを、短いマニュアルを読んで、プログラムを書くと、すぐその機能、フル機能を使って、ご自分のアプリケーションが作れるというのは対戦しておかないといけないですよね、ということを言おうかなと思ったわけです。で、まあ実際、アプリケーションを単体で出すとですね、結構それで競争力を得るってのは一般的には難しいと思うんですね。なぜかというと、まず、アプリケーションってやっぱり機能が決まってますから、その機能が欲しい人しか使わない。で、その機能を使う人が少ないと使う人少ないんですけど、多ければいいじゃないかっていう気がするわけですけど、使う人が大きいアプリケーションっていうのは、扱う人の数がすごく多いアプリケーションっていうのは、それだけ魅力的なので、競争相手も多いっていうことになります。で、どん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 新しい人が参入してくるので、そこで、まあもちろんパイは大きいんですけれど、その大きいパイを、奪い合うのは結構熾烈な、まあ、いわゆるよく世間で言うレッドオーシャンってやつですけれど、ふうになります。だから、なかなかそこで競争力を得るっていうのは難しくて、なんか資本が必要だったり、なんか別なファクターが必要になるわけですね。で、一方で、まあこれ私想像だったんですけど、例えば皆さん科学技術計算する場合、普通ブラスが使われると思うんですね。で、ブラスって使い勝手が、まあ機能は少ないわけですけれども、まあ結構いいことをやってくれますし、このブラスそれで使っておけば性能が出るっていうのが分かってる。何も考えないで、まあまあブラス使うじゃないですか。で、そういうアプリケーション、そういうソフトウェアっていうのは、ユーザーベースが大きい可能性があるんですね。そのブラス単体の機能を必要とする人ってソフトウェアの開発者なので、その数だけ、アプリケーションの数だけ、使ってもらえるわけですから、これはかなりいいわけですね。で、あと、やっぱりその仮説としてそのアプリケーション単体で提供すると、例えばその、実際にどのくらいのユーザーの人がいるんだろうかと。まあ、皆さんがやってるのっていうのをおそらく想像するに、なんか新しい計算方法を考案して、まあ、何か物理モデルに基づいて何か考案して、それを実装して、そこで何かシミュレーションして、いい結果が出ると、多分、研究成果になるんだと思うんですけども、
そういう人たちに対して、特にその一流の研究者の人はそういうふうにすると思うので、まあ、ブラスみたいに、みんなが使える部品を用意して、公開していくと、意外と競争力を得ることができるのではないでしょうかと。で、そういうソフトウェアっていうのは、マーケットが結構難しいので、一般企業はあんまり参入してきにくいと。手間暇かかりますから。マイクロソフトみたいな企業は、開発者向けにいろんなものをツールを出して売ったりやってるんですけれど、そうでない、そういうのはごく少数なので、まあ競争力のあるソフトウェアをこう世界に出していくには狙い目、まあ若干ニッチですけど狙い目なんじゃないんでしょうかっていうことを、まあお話ししようと思って、前回の講義の資料をまあ用意してきて、で半分ぐらいお話して、なんか終わりにしてしまったんですけれど、ところがですね、終わった後、なんか言われまして、いや、単体動作アプリ売れるんですよと、おっしゃられましたよね、この会場で。で、まあ、結果として同じような計算するアプリがアフリカへって、お互いにお客を奪い合ってるって事実は多分あると思うんですけれど、まあ、単体動作アプリ使うユーザーベース結構大きいので、そんな、小難しいことは、チャレンジングなことはしなくても十分いいのだという、ご意見をいただいて、なんと、なんか、話がガラガラガラ、話の前提がガラガラガラって崩れまして、私の中で。で、あんまりじゃあ、そういう、皆さんあんまり関心がないかもしれない技術の話をしてもしょうがないかなというふうにちょっと思ったんですね。で、一方ですね、前回お話したウェブアプリの世界ってどうなってるかっていうと、基本ですね、どんな人でも、サイトごとに特注のアプリケーションをやっぱり開発するわけです。ある、ブログサイトを作ったら、やっぱブログサイト、そのブログサイト、まあ、ブログの場合なんですけど、まあ、なんだろう。まあ、例えば、某東大の経理のシステムっていうと、あれはもう単体のアプリケーションなんですね。で、違う大学で同じようなものを作ろうと思うと、まあ、多少使い回しが効くと思うんですけど、やっぱりその大学の、経理方法に合わせてちょっとカスタマイズしないといけない。だから基本的に全部特注になります。まあ、なので、共通部品というか、共通部品にモジュール化して共通部品を作っておいて、で、最後の、違うとこだけを作って売る、使うっていうモデルが、ビジネスモデルが成り立つんですけど、いや、単体でいいんですよって言ってましたよ。マイクロソフトオフィスみたいな感じで、もう同じコピーが全世界に売りまくれる。その世界だとちょっと話が違ってくるんですね。で、ウェブアプリの場合でもご存知だと思うんですけど、ワードプレスみたいにそのブログサイトみたいなある方針が固まっ、種類が固まっているようなサイトの場合には、まあワードプレスだってある意味半完成部品ではありますけれど、まあほとんどプログラムはしなくてもいいと。まあ実際いろいろたくさん設定を書かなくちゃいけないの、書いたり設定をこういろいろウェブ上で作らなくちゃいけないので、まあ、ワードプレスだって、まあ、完璧に完成してるっていう感じではないわけですけれど、でもまあ、世間的にはプログラム書かずに使えるわけですから、完成しているアプリケーションというふうに、まあ、思ってらっしゃるかもしれません。まあ、というわけで、そういうケースもあるにはあるんですけれど、実際、だいぶちょっと話の前提が違うのではないかと思いまして、で、どうしようかなと思った結果、まあちょっと軌道修正したスライドを持ってまいりました。で、じゃあ何の話をするかというと、保守のお話をしたいと思うんです。これは別に、さっき前回言ったようなモジュールに分けて、ソフトウェアをどんどん、特注ソフトウェアをどんどん作っていくっていう、まあ、やり方の場合にも成り立ちますし、まあ、マイクロソフトオフィスに代表されるような、一個のアプリケーションを全員、同じコピーを全員に売るっていうような場合にも成り立つ話なんですけれども、ソフトウェアっていうのは、開発した後は、保守をしないといけないわけです。メインテナンスですね。ここで言うメインテナンスっていうのは、まあ、バグフィックスもありますけど、あと、まあ、小改良ですね。改良というか、チューニングというか、まあ、ユーザーの、要望に合わせてちょっと直すとか、ちょっとした機能を追加するとか、あとは、なんでしょう。
マシンの変化に対応するんですか。例えば、最初は、ベクターマシスパコン向けに作ったソフトウェアなんだけど、まあ、ちょっとあんまり知らない話をするとよくないので、まあ、オフィスの話にしますけど、最初は、Windows XP 用に作ってたものを、次に Windows 7にして、いくつか飛ばしますけど、この Windows 10にするとか、まあ、なんかその、環境変わりますよね。あるいは、まあ、昔はシングルコアマシンしかなかったんだけれども、マルチコアが、マシンが普及してきたから、ちゃんとマルチコアに対応して、早くしようとか、まあ、そういう、ソフトウェアの機能は変わってないんだけれども、そのマシン、ハードウェアが変わったので、それに合わせてちょっとずつ変えていくとか、まあそういうことも含めます。だから、改造、バグフィックス、まああるんですけれど、そういうの全部ひっくるめて一般的には保守というふうに言います。使う側のユーザーの要求が変わったので、機能を追加するっていうのはまあ保守なんですけれど。で、この保守というのは非常にやっぱり難しいです。で、世の中的には、オープンソース開発っていうのは、これの解なんじゃないかと。まあ、世間で俗に言うコミュニティ開発で、こう、ソフトウェアをオープンソースにして、公開、いろんな適切なライセンスをつけて公開して、で、みんなで作りましょうってやると、世界中からですね、タダで働く人たちがわらわらと集まってきて、みんなで仲良く開発に貢献してくれると。ああ、素晴らしいっていうのが、まあ、2000年頃から登場した、ムーブメントで、で、まあ、これはある一面の真理なわけです。で、実際、非常に多数のソフトウェアが、このオープンソースというか、まあ、コミュニティ開発で生まれてきて、今でもメンテナンスされてきているわけです。まあ、だから割とこのいいっていうふうに、会社だとやっぱりお金の問題が結構大きいので、なかなか大変だけれども、これはいいと。で、実際あと、こういう学術、大学なんかで作られるソフトウェアの場合も、このコミュニティ開発のモデルを取り込むことで、まあ非常に開発がうまくいくっていうのが、まあ割とよく最近じゃないですけど、この10年、20年、10年ぐらいで言われるようになったことだと思うんですね。ただ、これはまあそうなんですけど、実際いろんなことをやってみると、結構そううまくいく話ではないというのは言われていて、皆さんも実際にご経験のある方は、そうなんだよねっていうふうに思ってらっしゃると思うんですよ。思っているんです。で、まあ本当はエピソードをお話しできればいいんですけど、ちょっとあんまりエピソード話してるとまたこれだけ話して終わってしまいそうなので、ちょっとエピソードは時間があったらお話しすることにして、まあ、私も前回お話しした自分のソフトウェアだけじゃなくて、もうちょっと大規模なソフトウェアのお手伝いというか、いろんな形でやったこともあるんですけれど、そこで見られる現象はですね、開発段階は非常にコミュニティ開発うまくいくと。これなぜかというと、いくつか理由があって、開発段階というのはまず何もないところ、ソフトウェアが動かないところから動くようにするところ。まあ、こういう機能が欲しいとか、こういう機能が必要だとか、設計はこうした方がいいとかっていうことを、まあ、議論したり、メールなりスカイプなりで議論して、作る段階、それ開発段階と言っていいと思うんですけど、この開発段階は、楽しいんですね。コミュニティ開発って基本的にボランティアの集まりなので、ボランティアっていうのはなかなか定義は難しいと思うんですけれど、まあ、自分の楽しみにやってる人が結構いるわけです。まあ、昼間はエンジニアでお金のために働いてるけど、夜は自分の作りたいものを作るんだと。で、そういう人にとって、まあ、新しい機能を追加するのはやっぱ楽しいし、特にそのオープンソース開発っていうと、その最新のこう、技術、トレンドに乗っかって作ることが多いので、新しい技術に触れるし、その新しい技術を使いこなしている、あるいはその世界に貢献しているっていう自己満足も得られるので、非常にこう、うまくいくんですね。で、みんなわーっと、非常に優秀な人たちがわーっと入ってきて、開発がどんどん進むと。特にプロジェクトが面白かったり、その世間的にも注目されたりすると、もう好循環で、いろんなことの好循環で、ポジティブサイクルが回って、どんどんうまくいきます。で、また、日本の場合にはあんまりないかもしれないんですけれど、アメリカなんかの人の話を聞くと、その自分、ああいう国はそのフリーランスで活動しているエンジニアが結構いるので、自分の宣伝になると。だ普段はどっかの、
アメリカは非常にその雇用が流動的なので、割とすぐクビになっちゃうから、結構な人たちが、まあ、完全にもフリーランスとして、プロジェクトからプロジェクトでいろんな会社を渡り歩いて、自主的には一人企業みたいな人は結構多いと聞いてるんですけど、そういう人たちは、ある種のこう宣伝っていうんですか、自分の能力の宣伝代わりに、こう、やると。昔だと、いわゆるリンクドリンっていう、なんか転職、なんか、経歴を、職歴をこう書くサイトがありますけれど、まあ、ああいうところに書くのに、こういうソフト開発していましたと。で、今の時代ですと、GitHub ってありますから、GitHub にアカウントを作って、で、定期的になんかこう、コントリビュートして、ソフトウェアをアップロードしたりして、例のアップロードすると、アクティビティを示すなんか緑の絵が出るんですけれど、そういうので、なんかこの人はアクティブにオープンソース開発をしてる人だっていうふうにやると、実際大手の企業、大手のソフトウェア企業の面接なんかでも有利であると。あるいはスタートアップに就職する場合は、スタートアップの人は本当に、応募してきた人のその GitHub のアカウントを見て、で、その人がどういうことを普段やってるかっていうことから、その人の技量を判断して雇うか雇わないか決めるみたいなことが、まあ普通に行われているので、まあそういう意味でも、その経済的にもプラスになる、わけですから、非常にこう、よく回ります、このやり方。ところが、これうまくいくのは、まあ必ず絶対ってわけじゃないんですけど、やっぱ開発段階で、保守の段階に入ると、突然この性のサイクルが逆回転し始めて、ソフトウェアが危機に瀕するというのが、非常に多くのプロジェクトで見られる現象だと思います。私もそれに近いものを身近で見たこともあります。で、なぜかというと、開発段階はどんどん新しい機能を追加していくので、こう、腕利きのエンジニアが必要ですし、腕利きのエンジニアが腕をこう震える場所なんですが、保守の段階に入りますと、まあ、あんまり機能拡張はないわけです。機能追加はもうほとんど減ってきて、やることっていうと、まあ、わけわからない、その、バグレポート、いや、わけわからないというのは、一般の人が送ってくるバグレポートというのは何が起こったのかよくわからない。動かないから何とかしてくれっていうバグレポートがほとんどで、それだけ見てても何が起こったのかすらわからなかったりするのが多いんですけれど、まあ、そういうメールですとか、バグトラッキングサイトのポストに、まあ、丁寧に対応すると。で、ソフトウェアの使い方、教えてくださいっていうのが来ると、またそれにも丁寧に質問に答えるとか。で、そういう作業っていうのは、あんまりこう、エキサイティングじゃないですよね。まあ、人によってはそれが非常にお好きな方もいるんですけど、そうでない人も多いと。で、そうすると、特にその、腕自慢のエンジニアというのは離れていくんですね。面白くないから。まあ、はっきり言って、その、対応する、保守の時に対応する相手の人っていうのは、あんまり腕の立たない人、なわけじゃないですか。腕が立たないから使い方が分からなくて使い方を質問してきたり、よく分からないのでバグを踏んでしまって、なんかうまく動かないんですけど、とかって言ってくるわけですね。で、そうすると本当にルーチンワークになりますし、つまんないので、能力の高い人から一人また一人と去っていくと。まあ、よくあるのは、開発段階のリーダーと保守段階のプロジェクトのリーダーが違う人であると。開発段階では、なんか名の知れたエンジニアの人がリードして、バンバン開発していくんですけれど、そういう人ってのは大抵開発が一段落して、リリースが終わる、バージョン 1.0 がリリースされると、もうやめたって言って、今度は違う新しいプロジェクト、またゼロから立ち上げる方に行っちゃうんです。で、それを引き継ぐ人っていうのは、なんかこう責任感ある人だったり、こう、非常にこう、社会コミュニケーション力が高い人っていうんですか、人をまとめるのが上手い人とか、まあそういう人が出てきて、まあリーダーを引き継いでくれると、まあ、なんとかプロジェクトは持つんですけど、まあ、しばしば人の交代が起こると。で、うまくいくときは残るんですけど、そのまま維持できるんですけど、大概は維持できなくなって、どんどん沈んでいくというのが、よく見られるケースですね。まあ、なので、注意深く観察していると、多くのプロジェクトっていうのは、永遠に進化しようとするんですよね。この負の循環を断ち切るために。よくそのプログラミング、何でもそうなんですけど、バージョンアップをやめると開発者が離れていくので、バージョンアップはやめられないと。で、バージョンアップすると、特にそのライブラリーとかフレームワークとかその部品、他のソフトを作る部品になっているソフトウェアの場合は非常に困りますし、まあ、はっきり言ってオフィスもあんまり頻繁にこう、ガラッと変えられると困りますよね。僕も困ってるんですけど、
でもあれはなんであんなことしてるかっていうと、やっぱりいろんな意味で変化し、どんどんバージョンアップしていかないと死んでしまうからっていうのがあると思いますね。で、企業なんかでこれができる場合はいいんですけれど、金銭的に。できない場合はなかなか辛いですね。で、多くの場合ソフトウェアって、ある最初こういう機能を作ろうと思って作り始めるわけですけど、それが完成しちゃうと、別にその永遠にバージョンアップしていくことって実は結構難しいわけですよね。だんだんバージョンアップ自体も面白くなくなってくるわけです。最初にやろうと思ってたことは全部できてしまった。で、なんかで新しいことをさらに付け加えようとすると、本当に全部一から書き直した方が実は早いみたいなことになりますから。まあなんですけど、ソフトウェアを殺さないためには、無理やりでもいいから進化させなければいけないっていうジレンマがあります。特にオープンソースみたいに、お金で人を縛れないソフトウェアの場合には、これは大事です。で、もっと広くその、まあ、Windows がなぜ進化をバージョンアップをやめないかっていうのも、ある種これが関係してるんじゃないかと思われますし、いろんなプログラミング言語がどん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 膨らんでいくのも、まあ、ある種これが、こういう問題が背景に横たわっていると思います。プログラミング言語の場合には一社がコントロールするってことはなくって、本当にコミュニティ、ユーザーも含めたコミュニティで運営されていくので、進化を止めてしまうと、死ぬんですね。まあ、典型的な例がフォートランで、皆さんがどのぐらいのレベル、どの時点のフォートランを主に使ってらっしゃるのか、要するに77なのか80なのか、もっと最近のものなのかよくわからないんですけれど、あれがやっぱり止まらない、止めてもいいんじゃないかと僕正直思ったりするんですけど、そんなことないですかね。あ、それはちょっと。思いますよね。まあ、つけた方がいい拡張っていうのもまああるんですけど、まあしばしばなんでこんなのを入れるんだろうって思うのがどんどんついてくるんですけど、それは一つにはその言語も進化を止めてしまうと死んだっていうふうに見なされてしまって、どんどんユーザーが離れていくからだっていう話をよく聞きますね。まあだからどんな言語もどんどん肥大化していって、最後はこう、わけがわからなくなって、本当の意味での終焉を、それ以上拡張ができなくなると死ぬっていうふうに言われます。まあフォートランは古いですけれど、もうちょっと新しい例で言うと、その C++ も割とそうだというふうに言われていて、最初のアイディアは非常に C でオブジェクト思考で、もうちょっといい C としていい感じでスタートしたわけですが、やっぱりこう、有名になると、バージョンアップしないと知るんですね。まずバージョンアップしないとメディアが報道してくれないので、露出しなくなるわけです、言語が。で、言語を露出しなくなると、世間の人は、あの言語を使ってる人はもういないんだとか少ないんだとか、少なくともこう、最新流行ではないんだと思って、どんどん違う言語に移っていくじゃないですか。そうすると、例えば C++ も、今でもですけど、まあ、ある時期まで頑張ってテンプレートを入れてみるとか、ライブラリをガラッと変えてみるとか、いろいろやってるわけです。で、その次に登場した Java も同じことで、Java も最初はまあいい感じじゃないかとみんなに言われてたわけですけれど、GeneX が入り、Lambda が入り、なんとかが入り、かんとかが入りって言って、今、未だにバージョンアップしてますよね。で、かなり死にかかってはいない、死にかかってるとは言いたくないんですけれど、コボル化してると言われていますが、それでも進化をやめないのは、やっぱり、進化をやめちゃったら本当に死んじゃう可能性が高いからですよ。で、そんな感じのキーワードで、例えば Ruby とか検索すると、いろんな人が書いてるブログに見ると思うんですけど、あれもやっぱり、松本さんという人がこう定期的にこう、なんですか、燃料を投下するというか、なんか派手なことを言ってぶち上げて、どんどん開発が進むんだ、どんどん進化していくんだっていうイメージを、やっぱり世間にこう、発信してると思うんですが、あれはやっぱり一つには、それをやめちゃったら、みんなが離れていって、もっと他の、新しい言語に、流行りが他の言語に売っちゃうっていうことをよくお分かりになってるから、ああいうことをしてるんじゃないのかなと思われますね。まあなので、もしくは大変だって言ってるだけだったらなんですけど、やっぱりオープンソースにせよ何にせよ、ソフトウェアを作って、普及させていこうと思うと、この保守の壁をどうやって乗り越えるかっていうのが非常に大きな問題になります。で、いくつかその、他の例も拾ってみますと、この JBoss っていうのは前回お話しした私が作ったソフトウェアをまあ引き取って使ってた会社なんですけれど、この会社のビジネス、これは企業です。今、レッドハットに買収されているので、完全にお金を儲けることを目的としてソフトウェア開発している会社だったんですけれど、ここは面白いのは、
まあ、レッドハートと同じですけど、基本的には、ソフトウェア、製品たるソフトウェア自体はオープンソースで無料で公開してるんです。いわゆるお試し版とかそうじゃなくて、ソースコードから全部、LGPL で公開されてると。で、じゃあどうやってそれ企業はお金をマネタイジングしてるのかっていうと、二つビジネスの柱があって、一つはですね、チュートリアル。これはウェブサイト、ウェブアプリケーションを作るための、まあ、部品に相当する、僕が作ったのは部品なんですけど、その部品を使ってさらに作って、さらに大きい部品なので、実は結構使うのが難しいと。で、マイクロソフトオフィスも結構使うの難しいんですけど、オフィスは一応とりあえず買ってきてなんかいじってるとなんとなく雰囲気がつかめるわけですけど、こういうソフトウェアは結構そうはいかないと。まあ、なので、チュートリアルがどうしても必要になります。教えてもらわないといけないと。で、彼らはそこが高い。オープンソースなんだから、使い方の説明もなんか無料のセミナーで、なんかオープンソースのイベントでやればいいような感じがするわけですけど、そんなことは絶対しない。特に法人向けに、まあ、ご存知な方はご存知だと思いますけど、法人のその会社のエンジニアだと1週間、1人1日10万円ぐらいで、まあ1週間で1人50万円とか、そういうお金を取って、やれるので、そこからこうお金を巻き上げるっていうか、お金を稼ぐと。で、あともう一つは、この JBOS っていうソフトウェアを使ってウェブサイトを作ると、当然入れた人たちは保守が必要になります。ここで言ってる保守っていうのは、アプリケーションを使い続ける保守です。それこそバックアップを取ったり、停電の時には、ちゃんとシャットダウンして、停電が終わったらまたブートアップするとか、そういうことをする保守サービスというのは必ず必要になります。大学で使っている大半の機関業務に関するソフトウェアも全部必ず保守サービスがついていて、結構のお金を払って、企業の人にこうメンテナンスしてもらってるわけです。で、これも結構高い。この辺も完全に、いい値でいけるので、どん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 値段が釣り上げるわけです。で、JBOS の場合は最初は自社だけでやってたわけなんですけれど、途中からこうビジネスが拡大してくると、二次受け三次受けのサービス会社っていうのを下に持つわけです。いろんな世界中に散らばっている小さいソフトハウスが、どっかの企業さんにこれをソフトを使ってウェブサイトを入れると、当然、バグフィックス、保守サービスをつけなきゃいけないわけなんですが、で、その保守サービスをその一社が受けると、なんかバグが発生した時に直せないじゃないですか。簡単なやつなら自分でオープンソースですから直せますけど、直せない。そうするとお客さん納得しないんです。で、どうするかっていうと、じゃあ JBOS と、本社と契約してますと。で、本社に毎月いくらずつ結構なお金を払っているので、もしうちが、トラブルがあって自分の会社で解決できなかったら、自分たちはちゃんとその、大元の開発企業に、コンタクトが取れるので、そこに頼んで修理して、なんかトラブル修理とかしてもらいますと。で、そのための、ま、保険みたいな感じで、毎月結構なお金をお客さんからもらって、その一部を JBOS にこう払うと。で、何にもトラブルが起こらなければ丸儲けなんですけれど、まあ、トラブルがあったら、ま、頑張りますという。そういうビジネスモデルで、やってるわけですね。だから、まあ、レッドハットなんかも比較的そうだと思うんですけど、オープンソースでやってる会社っていうのは、こういう、そのソフトウェアはただだけど、実際はそのソフトウェアを使うのにお金がかかるので、そこで儲けるっていうビジネスモデルを取ってるところが多いです。だから、JBOS の開発者って、最初気づかなかったんですけど、この人は従業員なんですが、世界中に散らばってるんですね。多分、もともとそのオープンソースのコミュニティにいたような人で、うちで働いていいっていう人をこう、ピックアップして、その人たちと、ま、直接契約して働いてもらっていると。だから世界中に、まあ、世界中にっていう感じじゃないですけど、結構あっちこっちにオフィスがあって、普段そのメールでしかやり取りしないので、どこだか知らないんですけど、ある時、あったりすると、いや、実は自分はブラジルにいるんだとか、ああ、そうなんだっていう、感じ。ある人はブラジルに、僕とよく接点のある人はブラジルにいて、一人はブラジルにいて、もう一人はロンドンのオフィスにいるみたいですね。多分小さいオフィス借りて、そこにこう、で仕事しているという感じみたいです。だからもう本当にコミュニティの人を、特に最初の頃はコミュニティの人を雇っているっていうことをやってたんじゃないでしょうか。で、まあこんな感じなので、まあご参考になればと思って持ってきました。で、もう一つはだから、アップ、
別のやつ、アップルのビジネスモデルで、これは有名なので、別にわざわざ私が話すこともないと思うんですけれど、まあ、比較のため、皆さん比較してもらおうと思って、まとめてみたんですけど、やっぱりアップルのビジネスモデルもちょっと似ていて、基幹ソフトウェアは、まあ、MacOS 10だと思うんですが、まあ、ほとんど無料ですよね。前は売ってましたけども、最近ほぼ無料と言っても過言ではないじゃないですか。で、どこで儲けてるかっていうと、彼らはハードウェアの販売で儲けてますし、まあ、最近では、なんて言うんですか、iTunes とか App Store とか、あっち、ああいうサービスを売る方からの上がりのが非常に上がっていると聞いております。まあ、だから、これも、こういうところの上がり、利益で、基盤ソフトウェアを革新、改造し続けていると。で、こっちもでも、あれですよね、MacOS 10ってもういい加減そろそろもう、これ止めてしまっても、僕はもうそんなに個人的には困らないですけど、でもあれもやっぱり1年か2年に一遍は、新しいバージョンを出さないと、なんとなく死んだ感じがするので、無理やり、無理くり皆さん、Apple の人たちは頑張って、なんか、ある種解約だったりすることもあると思うんですけど、解約でもいいからとにかく新しいの出す。まあ悪くなったら次のバージョンでいいやつを出すとみんなまた拍手喝采してくれるので、まあいいやつと悪いやつを交互に出していけばずっとこう、同じところをぐるぐる回っていくような感じでバージョンアップし続けられるかもしれないんですけれど、でもそういうことをしないとやはり厳しいです。で、それがだんだん難しくなってくると、世間で言われていることですけど、Apple もそろそろ次どうするんだ、Apple Watch出してみようかとか、iPhone も次はどうするんでしょうねとか、悩むわけですね。で、これと正反対なのが、マイクロソフト、昔のマイクロソフトで、今のマイクロソフトは Apple になろうと頑張ってるみたいですけれど、昔のマイクロソフトは基本的に基幹ソフトは Windows っていうと Office を、まあ、売ってたわけですよね。まあ今でも売ってますけど、でも、マイクロソフトの前は、やっぱりソフトウェアタダだったので、IBM が、その、覇者であったような時代は、基本的にソフトウェアは、IBM のハードウェアを買うと付いてくるものだったわけです。もので、まあ SE の人たちが、まあおまけで書いてくれるようなものだったので、タダだったわけですが、それをマイクロソフトが、ソフトウェア自体を売ってお金を得る。そこから収益を得ると。データ収益で開発を続けるし、開発コミュニティをサポートするっていうのを、まあ、始めたわけですが、まあ、20年ぐらいで、そのビジネスモデルは終焉を迎えてしまって、また今はソフトウェアは基本的にタダで配るんだけど、その周辺のことで稼いで、開発費を捻出するっていう時代にまた逆戻りしている感じがあります。まあ、大学で特に、サイエンスのために作るソフトウェアをどうやってメンテナンスしていくかで、まあ、JBoss とか Apple とかのビジネスモデルがそのまま使えるかっていうと、ちょっとよくわからないですね。Apple のビジネスモデルをやるためには、何かそれを使うといいことが、何ですかね、このソフトウェアで実験すると論文が通りやすくなるとか、なんか全然関係ないサービスを、思いつかないといけないので、難しいかもしれませんけど、まあでも何かしらのその保守をどうやるかっていう、そのもしボランティアの、いわゆるピュアなコミュニティ開発みたいにボランティアの意思でメンテナンスするっていうふうに思うのであれば、そのボランティアの意思、モチベーションを高めるための仕掛けっていうのを考えていかないといけないっていうのは、まあ、必ず言えることだと思うんです。まあ、お金をまくっていうのもありますけど、お金がない場合は、まあ、最初に申し上げたのは、永遠にバージョンアップを続けると。開発は止めない。ずっと開発中なので、ずっとバージョン1にならないので、どんどん前進していくわけですけど、永遠にバージョン 1.0 にならないので、開発者を逃がさないとか、まあ、何かしらそういうことが必要になります。で、で、少し技術的な話をしようと思うんですが、まあ、いろいろやり方はあるんですけど、何らかの形で、とにかく保守を継続しないと、ソフトウェアは本当の意味では普及しないと。普及するまで時間かかりますから、少なくとも開発が終了し、一段落してから普及するまでの間、アクティブにメンテナンスされてるんだっていうイメージを作り出さないと、そもそも普及しないので、すぐその保守が終わってしまう、誰も
バグを見つけても誰も何もしてくれないソフトウェアになっちゃうようだと怖くて使えないわけですから、特にそのソフトウェアの部品の場合には、部品が死んでしまうと、せっかく苦労して自分が作った、その上の自分のアプリケーションも死んでしまうので、保守の継続というのはとっても重要です。で、このスライドで言ってるのは、その保守をなるべくコストをかけずにやるためにできることで、そのプログラミングのソフトウェアのデザインの分野から、それやるにはどうしたらいいかっていうことで、個別のテクニックの話ではなくって、少しその原理原則みたいなキーワードだけちょっとご紹介しようと思っております。この原理原則のキーワードは非常に有名な原理原則なので、もしかしたら皆さん、こんなところで話さなくても、すでにご承知なのかもしれないんですけれど、ご承知でない方もきっといるに違いないということで、ご承知の方でも、今言った文脈で、ちょっと、改めて考えてほしいということでご紹介したいと思いますね。で最初は、キーワードはそのモジュラーデザインで、前回も言っていた部品に分け、なるべく部品に分けて、で、ソフトウェア構成すると。で、これは、どこか故障したとき、バグが出たときにも、どこのモジュールが、そもそも、壊れてるか、割と発見しやすくなるので、バグフィックスっていう意味では、保守のためにも非常に役に立ちます。で、また、小規模な改良をする場合っていうのは、モジュール化されてた方が、そのモジュール単位で変更ができるので、これも非常に向いています。特にその、ちょっと改良したら、今まで動いていたものが動かなくなっちゃったなんてことがよくあるんですけど、そういう場合にはモジュール単位になっていると、元のモジュールに戻せばいいので、割と良いと。というわけで、モジュラーデザインするってことは、非常に良い、いろんな意味で、保守のためにもいいと思うんですけれど、これをじゃあどうしたらいいかっていうことで、いささかこう、抽象的というか、精神論というか、メタな話になるんですけど、ソフトウェア工学でこの手の話をするときに最初に出てくるキーワードは、セパレーションコンサーンズっていうやつで、日本語の訳はいろいろあるんですけど、関心事の分離っていうふうに、訳すことが多いです。皆さんご存知なんですかね。ご存知かもしれないんですけど、割とソフトウェアの教科書を見たり、何でしたら Google で今検索すると、山のようにバーッと説明が出てくると思うんですが、これどういうことかっていうと、モジュラーデザインって、じゃあ何を考えて作ればいいのっていうと、関心事、コンサーンっていうんですけど、関心事ごとにコードをまとめるのがいいんだと。つまり、何かプログラムを書いているときに、関係あることごとになるべくプログラムをこう分けておくことがまず第一であると。モジュラーデザインとかっていうと、まずインターフェースを決めてとか、いろいろこう高度なテクニックがあるんですけれど、それを全部置いといて、原理原則、それこそ、実はこのセパレーションコンサーンズというのは、フォートランがまだ唯一のまともな言語だったような時代から存在する。ことにキャッチコピーなんですけれど、なんかプログラムを書いてると、長いプログラムになると、あるプログラム、ある行は何かの仕事を計算をしていて、別の行はまたちょっと違う計算をしていると思うんですけれども、そういうふうになったときに、そのある計算をしているコードがあっちこっちにこう分離し、バラバラに散らばらないようにすると。あるなんか計算をするときは、とにかく物理的に、行のレベルでもいいし、ページのレベルでもいいし、あるいは何のレベルでもいいんだけど、とにかく人間から見て、なんかまとまってるって思えるように、ちゃんとソースコードを書くよう、プログラムを書くように努めると。で、こういうふうにしておくと、そもまずですね、分担して開発ができると。関心事ごとにコードがこう、きれいに整理整頓されていないと、そもそも、複数人で開発しようとしても開発できなかったりするわけです。つまり、ある人がこっちを直すと、別な人のコードとこうバッティングするので、それは GitHub を使おうが、どんな最新の開発ツールを使おうが、まずセパレーションコンサーンズができていないと、複数人で開発できない。で、複数人で開発できないと、本当に一人で、保守は永遠と続けることになって、それはちょっと、よほどのお金持ちで、これだけを道楽にして生きていけますみたいな人でない限りは、できない。どうしても、ワークロードを減らすためには、こう分担して
何人かで分担するってことが大事なんですけど、そのポイントになるのが、まず関心事ごとに行動をまとめておくということです。こういうことをしないと、お互いにこうある関心事と別な関心事、二つ関心事があって、その同じ二つの関心事に関係する行動が一個のファイルにあったりすると、そこを直すときにはもう片方の別な関心事を担当している人といちいちこう調整しないと行動を直せなくなるので、全く進まないと。でこの辺の話が有名な人月の神話っていう本がある、古典的な本があるんですが、IBM 360の開発の時の話なんですけれど、昔のコンピューターの開発の時のエピソードをまとめてるんですけど、普通この手のソフトウェア開発で人月って何人かける月何ヶ月っていう計算の仕方をするんですけれど、まあ簡単に言えば人数を増やしてもそれに比例して開発効率は上がらないという、まあそれだけのことを言った本です。まあでも出たのはもう随分昔なので、当時としてはそれは結構衝撃的な、まあ今でもですけど、話ですね。つまりあるソフトウェアの開発が行き詰まったら、開発人数を例えば今まで5人でやってたのを10人にすると2倍のスピードで進むかっていうと、そんなことは全くないと。でなんでそのそうかっていうと、人数がどんどん増えていくと、その開発者の間のやり取りをこう密にしなければいけないので、結局そこがボトルネックになって効率が上がらなくなると。でそのボトルネックを避けるにはどうしたらいいかっていうと、なるべくセパレーションコンサーンズを徹底して、なるべくある関心事についての作業は、他からも完全に分離されているコードでやれるようにすると。そうすると一人の人がそこに専念、他の人と調整しないで何か作業を進めることができるので良いというわけです。で、ところが、これはもう本当に70年代からある、60年代かな、ある原理原則なんですが、未だにここからあんまり先へ進んでいないのは、この関心事は何かっていうのが、曖昧だからです。もしこの場で関心事って何ですかって言われると、答えに窮するっていうんですか。もちろん例はこういうのは関心事なんですよと挙げることはできるんですけれど、一般論としてこうやって考えれば関心事がきれいにでき、リストアップできますっていうことはありません。まあなので、なんていうか、これはキャッチコピーで全く、その通りだとみんな賛同するわけですけれど、実際これを実施しようとすると、経験とか能力に、ここのエンジニアの能力、設計者の能力に頼るところが大きいです。ただ、別な言い方をすると、関心事って何でもいいんですよね。だから全てのことが関心事になりうるんです。最初のソフトウェアを設計するときには、例えば、何かの物理計算をするときに、まず最初にこれをやって、初期化をやって、次にこれを、なんか適当な行列を作って、シミュレーションをして、ステンシル計算をやってとかってフェーズに分けて考えると思うんですが、もちろんそのフェーズの処理内容も関心事になり得ます。で、その関心事に沿って、まあ、プログラムをなるべくこう、分けておくと。サブルーチンがいっぱいあるんであれば、同じ関心事に属するサブルーチンはなるべく近くに並べて書いておくと。まあ、それだけでも、関心事の分離がある程度できるわけです。で、なんですけど、それ以外にですね、例えば、計算するときの変数の精度、倍精度なのか単精度なのかっていうのも、まあ、関心事になり得るわけです。他にも何だろう、何でしょう。例えば、東大だったら FX10 の上で動かすためになんかいろいろ固有のことを考えなきゃいけなかったりするわけですけど、それも関心事になり得ますね。で、もともと、シングルノードで動いていたプログラムを、まあ、MPI のプログラムに変えようと思うと、当然分散処理、MPI の処理っていうことを考えなくちゃいけないんですけど、それはある意味です。MPI そのものも関心事の一つというふうに考えることもできます。つまり、シングルノードで動いていたプログラムを MPI の、環境に移植する場合には、その MPI に移植するっていうことが関心事なわけですよね。で、その場合は、なるべく MPI に関係するコードを一箇所に集めて書こうかなっていうモチベーションが生まれるわけです。そうすると、シングルノードの時の
動作をなるべく保存して、あるいはかつシングルノードでも使い続けつつ、MPI でも動かせるっていうプログラムになりますし、あるいは元に戻したくなった時に、この行とこの行、この辺の行をガサッと削ればいいんだよなとかっていうふうに、まあ、改造するときにも当たりをつけやすくなりますよね。まあ、なので、MPI に関係するコードを、MPI に関係するコードっていうのは関心事だと思って、固めておくっていうのも一つのやり方です。ですけど、そういう、こう、セパレーションが必ずいいかっていうと、そんなこともないわけです。もし、今言ったシナリオでは、シングルノードプログラムをマルチノード MPI プログラムに変える場合は、まあなんか MPI の部分だけ固めておくと、デバッグもやりやすいかなって気がするわけですけれど、そうやった後に、まあ例えばそのシミュレーションで使っている基本的なその、アルゴリズムをガサッと変えたいと思った時は、全然関係ない関心事ですよね。その、どういう、例えば、メインの方程式を何にするかっていうのも関心事だと思うんですけど、その関心事について改良しよう、変更しようと思うと、その MPI の部分だけどっか固めとくっていうのは、セパレーションしとくっていうのは、ナンセンスである可能性があります。というわけなので、こう、池沢社と私もその関心事の分離っていうのがありまして、とか、これが大事なんですと言ってみますけれど、この関心事の選び方というのは非常に難しくて、明確なやり方というのはまだない、知られていないと思います。ただ、一つ言えることはですね、ここに書いたんですけど、未来を予見するっていうことでが大事で、結局、ソフトウェア、この、今の話は保守をしたいわけですよね。で、保守っていうのは開発が終わった後の未来に起こることなわけです。と、未来に何が起こるかっていうのを予見するっていうことがとても大事で、それに合わせて普通は関心事を選びます。つまり、今は MPI 版を作って、今シングルノートのプログラムがあって、MPI 版を移植したと。だけど将来は GPU 版を作るのかな、あるいは MPI-GPU の混成のプログラムにするのかなって思うと、そういう通信関係のルーチンですとか、ディストリビューションとか、そういう部分を固めておくっていうのは、後でそこをいじる可能性が高いので、有効なわけです。ところが、そんなロードマップがなかったとすると、そんな準備はするだけ無駄なわけです。むしろ、ロードマップ上では、まずこの、用語が出てこないんですけど、まあ、この方程式についてやったら、次はこの方程式に差し替えてやるんだとかっていうのが、実は開発チーム、あるいはユーザーのロードマップである場合には、将来はそこが変わるだろうと思って、そこを関心事として、セパレーションのやり方を考えていく方が正しいということになります。というわけで、関心事をうまく選べるか選べないかというのは、ひとえに未来を予見、どのくらい正確に予見できるかにかかってきています。一般的には。まあ、なので、原則は、将来、ここにも書いたんですけど、将来どこが変わるかっていうことはまず予測してとか考えて、あるいはどうしたいか、自分たちは。自分たちのソフトウェアの開発ロードマップではどうしたいかということを考えて、で、それに従って、関心事を選ぶ。変わりやすいところを関心事にしとくっていうのが、まあ、一つの大きな方針の一つになります。そうすると、変わりやすいところっていうのはソースコードをいじりたいところですから、それが一箇所に固まっていれば、まあ、きっとうまくいくだろうというのが、まあ、大原則ですね。ところが、往々にして予測は外れるので、そうするとですね、困ったことになるわけです。で、世間で言われるリファクタリングという言葉がありますが、あれは要するに、一回出来上がったソフトウェアの設計を見直して、こう、大幅に書き直すことを、まあ、ざっくばらんに言えばリファクタリングというんですが、これも、非常に有名なキーワードなので、ご存知の方多いと思うんですが、まあ、あれはなんでやるかっていうと、まあ、このセパレーションコンサーンズの文脈で言うと、まあ、いろんな目的があるんですが、なぜリファクタリングするかっていうと、単にその汚いプログラムをきれいにするってことじゃなくって、しばしばですね、未来が外れてるってことがわかるわけです。最初に予測した未来に従ってセパレーションコンサーンズをするんですね。
で設計プログラムを設計して書くんですけど、あるところまで開発が進むと、実はユーザーが思っていたのは自分たちが想定しているユーザーとは違うとか、自分たち自身のユースケースが変わるとか、まあボスの研究方針が変わる、研究テーマが変わる、ガラッと変わったのでやることが変わるとか、まあいろんな外的な要因があるんですけど、そうなると未来予測をやり直さなきゃいけなくなるわけですね。で、そうすると違った未来予測が出てくると、前のセパレーション、前の関心事のやり方はダメだったっていうことが判明します、しばしば。で、当然それに合わせたセパレーションもダメだったと。で、そうすると何をするかっていうと、リファクタリングでありまして、結局すでに動いて完成しているプログラムであっても、将来どういうふうに改造するかっていう方針が変わってくる、あるいは保守のやり方が変わってくるので、それに合わせてセパレーションをやり直すと、全体的に。それを今それがリファクタリングの一つの大きな目的になります。で、定期的にこういうことをやっておくっていうのは、保守を長持ちさせる、ソフトウェアを長持ちさせるっていうんですか、保守をやりやすくするっていう意味では非常に大事で、これやらずにこうやると、結局間違った分割に、モジュール分割のままいろんな改造をすると、ある機能追加の時にあっちこっちのモジュールをいじることになるので、さっき言ったその担当者の間のやり取りもめんどくさくなりますし、分担して開発もできなくなるので、やがてはどうにもならなくなってバグが多発して、もうダメだこのソフトウェア捨てようっていう話が、生まれるようになるということはあると思います。まあでも、とは言ってもリファクタリングも結構大変なので、まあ本当はソフトウェアを本当にいいエンジニアの人であると、設計するときからリファクタリングのこともある程度考えて、この予測は外れるかもしれないと。だからあんまりその予測に従ってガチガチのその設計というモジュール分け、セパレーションはしないでおこうと。あとで気が変わったときには、だから予測もきっとこうなるだろう、でもプラン B もあるよなとか、プラン C もあるだろうなとかっていうふうになる場合もありますよね。そういう場合には、プラン B、プラン C になった時にも、なるべく少ない労力でリファクタリングできるように、ちょっと考えて、モジュール分割を考えるというのが、いいとされています。で、もう一つのキーワードなんですけど、インフォメーションハイディングっていう言葉で、割とそのセパレーションコンサーンズでよくセットで出てくるんですけど、別名エンキャプチュレーション、カプセル化とも言います。まあ簡単なことで、情報は隠した方がいいと、カプセルの中に隠した方がいいと。カプセルっていうのはモジュールとか部品と言っても過言ではありません。さっきのそのコンサーンですね。関心事を、まあ広く、大雑把に言うと、各関心事ごとになんか一つのこう塊が、ソフトウェアの塊があって、もちろんそのオブジェクト思考とか使ってると、ソースコード、プログラミング的に、プログラム的にもなんかカプセル、モジュールになってるんですけど、別に普通のフォートランのプログラムでも、あるファイルに固まって入ってるやつとか、近くにある、行番号的に近くのコードでも何でもいいんですけど、なるべくそのカプセル、自分で決めた、その言語に合わせて決めたカプセルの中に情報を閉じ込めると。で、これが大事だとされていますね。だから、最初のステップはまずコンサーンを考えて、まあ、整理するわけですね。整理整頓、引き出しに、分けるみたいな感じで、セパレーションして、整理整頓すると。で、整理整頓したら、次のステップは、その中で、なるべく、いろんな情報が隠して、外から見えないようにすると。これどういうことかっていうと、例えば、サブルーチンが、フォートランにサブルーチンがたくさんある場合には、モジュールの外から呼ばれるサブルーチンはいくつかに決めとくんです。で、他のサブルーチンはそのサブルーチンの中からしか呼ばれないようにすると。そうすると、実際はモジュールの中に100個サブルーチンがあっても、実際外から見えるのは、例えば5個だけとか。そうなってくると、残りの95個は隠したことになりますね。あるいは、もうちょっと高度なプログラムですと、なんか、新しいデータタイプを定義して、それをこう、中で使うんですけど、使っている人からはその中が見えない。例えばその MPI だとですね、MPI リクエストとかあるじゃないですか。コミュニケーションするためのなんか情報が、なんかぼやっとした MPI リクエストのものがありますよね。で、あれは実際中にはいろんなその通信に必要な情報が集まって書き込まれているはずなんですけど、外からは見えない。使っている人からは MPI リクエスト、
ですよね。あのエンプライリクエストっていうデータ型の変数としか、1個の変数としか見えないじゃないですか。で、あれもインフォメーションハイディングの、まあ、例で、中で何してるかは絶対外には教えない。で、あれをするとですね、どういうことがいいかっていうと、まあ、何かを隠してるんですけど、そのメリットがありまして、ちょっと適当な日本語思いつかなかったので、デザインディシジョンって書いてあるままなんですけど、なんかこう設計するときに、プログラム書くときに、なんて言うんでしょう。なんか考えますよね。なんか当たり前なんですけど。プログラム書くときの、なんか決めたことですね。選んだこととか。例えば、エンペアリクエストだったら、どういうふうにデータを持とうかとか、どういう情報を持つことにしようかとかって、なんか決めるわけですよね。例えば今何バイト送ったかを記録しておくことにしようとか、何でしょう。Linux だったらソケットのナンバーは、実際のその MPI のコミュニケーターのソケット番号、対応するソケット番号の何番だとか、なんかいろいろ、この情報を覚えておこう、記録しておこうって決めるわけですよね。その決めたことは、隠すと。で、なんで隠すかっていうと、それは、これも将来なんですけど、将来、字が読めないです。in future ですね。将来変わり得るものは隠しておくと。これ大事です。まあ、当たり前のことなんです。知ってる人にとって当たり前のことなんですけど、なぜかというと、モジュールの中の情報、まあ、関数名、サブルーチン名でもいいですし、データタイプの定義でもいいんですけど、何でもいいんですけど、外に見せる、公開するっていうことは、その部品、モジュールの外の側、外側のプログラムが、それに依存したプログラムになるってことです。例えば、サブルーチンがあって、例えばあるサブルーチンを隠さないで置いておくと、そのサブルーチンを呼んでいるプログラムが、モジュールの外にあるかもしれないわけです。ところが、そうなってしまうと、そのサブルーチンの名前を後で変えたとすると、使ってるコードが動かなくなりますよね。外のプログラムが。で、そういうわけなので、公開しているものは、やたらめったら変えちゃいけないんです。大きいプログラムでも、変える場合は、例えばその、あるサブルーチン名を変える場合には、そのサブルーチンを使ってるかもしれない、行は全部調べて、一緒に直さなきゃいけないわけですよね。で、その時に、公開していないと、とりあえずモジュール部品の中だけでしか使われてないってことがわかるので、とりあえずそこだけ見ればいいと。そこで、例えば、そこのコードが専用であったら、その専用のプログラムだけをチェックして、その名前の関数が呼ばれているかどうか見て、呼んでるようだったら一緒に名前を変えておくと。ところが、モジュールの外まで公開しちゃうと、そのアプリケーション全体のどこから呼んでるかわかんないわけです。で、そうすると、まあ、グレープ使うなりなんなり、なんか適当なソフトウェアを使って、アプリケーションプログラム全部を調べて書き直さないといけない。それをしないともう関数じゃないや、サブルーチンの名前一つ変えられないってことになります。で、そのぐらい、その、モジュールの外に何かを出すっていうのは、それだけそこに依存したプログラムがあちこちに散らばる可能性があるので、保守がしづらくなります。まあ、なので保守のことを考えて、なるべく、モジュールに、の中にいろんなことを隠すと。特に将来変わりそうなもの。サブルーチン名を変えるというのはデザインディシジョンの一種なんですけど、将来変わりそうなデザインディシジョンはなるべく外に見せないように済ませると。で、見せちゃったらもう諦めて、これは、変えない。変えちゃダメと。変えていいのはリファクタリングするときですね、文字通り。リファクタリングするまでは絶対変えないっていう決心で、こう、決めないといけないわけです。サブルーチン名っていうのはかなり簡単な話なので、ピンとこないかもしれないんですが、サブルーチン名もそうですし、でもサブルーチンなくすことありますよね。なんかプログラム書いていて、このサブルーチンいらないやとか、あるいは、引数が足りないからちょっと1個増やそうとか、そういうのも、公開されている場合、隠されていない場合には、アプリケーション全部見て、あるいはその、他の一緒に開発しているソフトエンジニアの人と相談して、自分今度この関数、サブルーチン名変えるからとか、このサブルーチンに引数1個追加するからよろしくねとかっていうふうにちゃんとネゴしないと変えちゃいけないってことになります。で、そういうことをやってると、人月の神話で、
その開発人数を倍にしたからといって開発の効率が倍になるってことが全くないっていうことが、まあ、容易に起こるわけです。というわけで、まあ、原則としてはデザインディシジョンは隠すと。ただこれも言うは易し行うは難しで、全部隠してしまえば簡単なんですけど、全部隠すとモジュールが他のモジュールと連結できなくなっちゃうので、見せなきゃいけないものはやっぱり見せるわけですね。100個サブルーチがあっても5個か10個ぐらいは外からも呼ばれるようにしとかないと、全然その、モジュールの意味がなくなってしまいます。データタイプも、ある程度は公開しないと、使い勝手が非常に悪い、ものになります。まあ、なので、これも正解はないんですけれど、でもやっぱりインフォメーション、セパレーションしたらば、なるべく情報は隠すと。で、何を隠せばいいかっていうと、将来変わりうるものは隠すと。で、隠せなかったものは将来なるべく変えないっていうことですね。で、こうしておくと、下に書いたような実装の自由ですとか、あと利用者にとっての理解しやすさっていうのにもつながりますね。プログラム、利用者にとっての理解のしやすさっていうのは、細かいところは見なくてよいと。まあ、なんでしょう。実は私の所属専攻では今日、就論発表会だったりするんですけど、まあ、その時に、まあ、大きな声でも、これもちょっと、記録するときは取っていただいた方がいいのかもしれないんですけど、まあ、何十人も論文を見ると、まあ、全員の細かいところまでチェックができるかっていうと、まあ、それはきっと指導教員がやってるだろうっていうふうに思うわけですけど、思うわけで、我々はその、細かいところは見ずにですね、大雑把なところだけ見て、危なそうな学生をこうピックアップするわけですけれども、人間ってその、やっぱり認知能力には限りがあるので、ある程度こう、細かいところは隠してですね、重要なところだけを見せてくれないと、処理が追いつかないわけです。例えば30人とか40人いる学生の全部の細かい話を全部こう見せられると、まあ、やってられないわけですね。ですけど、まあ、就論発表会みたいに、まあ、時間20分とかって決めて、就論の、まあ、人によってはほとんど就論の内容全部が20分で話せてしまうような薄っぺらい就論だったりするので、非常に困るんですけど、まあ、普通の人の場合は、長い、研究成果の中の、ハイライトのところだけをこう、話してもらって、まあ、そこでチェックを入れるわけじゃないですか。で、同じようなことがやっぱソフトウェアにも言えて、巨大なソフトウェアになればなるほど、一度にですね、一日全部のことを隅から隅まで考えるのは難しくなります。どうしても人間の記憶力は限界があるので、さっき言ったようなその関心事とかっていうのをキーワードにして、今関心があることだけを知りたい。そこだけ抜き出して、例えば1万行のソースコードからそこだけ抜き出して考えたいと。そうすると頭に入る。で、そういうことを実現するためには、やっぱ文字、インフォメーションハイディングを徹底することが大事で、まあそうでないと、1万行のプログラムで、1万行とか10万行のプログラムで、どこで何をしてるかっていうのは全部頭の中に入っていないと、何一つできないっていうことになります。プログラミング言語もまあこういうのをサポートするために、どんどん進歩していってるわけなんですけれど、一つのメリットはですね、僕は若い頃実際そう思ってたんですが、僕は若い頃は、プログラミングっていうのは若ければ若いほど有利であると。若い人の、ね、年が低い人の方が能力が高い。である種の真理だったと思うんですね。それはなぜかっていうと、当時はやっぱりプログラミング言語はまだそんなに進歩していなかったので、こういうインフォメーションハイディングとか、セパレーションコンサーンズが結構難しかったわけです。でそうすると、頼れるのは人間の認知能力で、こう1万行のプログラムを書いたら1万行どこに何のコンサーン関心事が何というファイルの何行目あたりにあるかっていうのが全部頭の中に入っていないとやっぱり効率よくプログラミングができなかったと。でところが今はいろいろなサポートいろんななんちゃら思考とかかんちゃら思考とかが出てきて、だいぶ工夫するとこう今見たいコンサーンだけをこう抜き出してプログラムを書いたりデバッグしたりできるようになったので、トゥールの進歩も大きいんですけれど、そうすると、記憶力が鈍った、オールドタイマーのプログラマーも結構働けるっていうのは、プログラミング言語の進歩によるところは結構大きいと僕は思っていますね。
実際プログラマーの今最近割と 年齢の上がったベテランエンジニアが結構活躍、実際の世界でも活躍してると思うんですけど、それはひとえに若く亡くなって記憶力とかが、まあ、20歳ぐらいの頃と比べるとだいぶ衰えてきたとしても、こうそこはこうツールとか言語のテクニックでカバーされると。でそうするとエンジニアを変える違いを生むのはやっぱり経験値で、こういう時にはこうしたらよかった、その経験がある人の方がいいエンジニアっていうふうに思われるようになってきたのは、結構そういうところがあるんじゃないかと思いますね。昔はだから経験があっても何せやっぱ1万行のソースコードを隅から隅まで記憶できないと何もできないかったりすると、やっぱり経験も生きないわけなんですけれど、まあ、こういう機能を駆使することによってオールドタイマーも活躍の余地が生まれてきているのではないかと思っていますね。それは若干そうだ、実装の自由ですね。これは何言ってるかっていうと、まあ、簡単に言えば何かソートするときにソートするサブルーチンを書いてそれを読むようにしておくと、その後で性能が悪いからそのソートのアルゴリズムを変えたくなったときにはその関数だけ変えればいいじゃないですか。サブルーチンの中だけ差し替えればいいじゃないですか。そういうことができるようにですね、モジュールの内部は実装者が、モジュールの担当者が好きに変えていいので、アルゴリズムを早いものに変えるとか、あるいはメモリの少ないものに変えるとか、いろいろ工夫の余地が出ます。そうすると、性能を上げる場合にも意外と有利だったりするわけですね。もしそのソートルーチンが、ソートルーチンがメイン関数の中にがっちり埋め込まれてたりすると、なんでしょう、ソートのアルゴリズムを変えるっていうのは、メインのその、例えば方程式を実装しているコードも一緒に変えなきゃいけなかったりするので、早々生半可な覚悟ではできなくて、やっぱりリファクタリング並みの労力がかかっちゃったりするわけですが、まあ、ソートルーチンっていう一つのコンサーン、モジュールの中に隔離されて、分離されていれば、そこだけ直せばいいので、性能も割と上げやすいというメリットがあります。というわけで、いいんだと言い続けてきたんですが、まあ、これも経験あるエンジニアの、開発者の人はみんな知ってることなんですけれど、モジュラリティはただではないと。で、しばしばそのセパレーションコンサーンとかインフォメーションハイディングを徹底すると、ただではなくって、なんとなく実行速度がどんどん遅くなっていく気がすると。で、これは、残念ながら存在する。今でも存在することだと思います。私宣伝してさせていただくと、結構こういうのをじゃあどうするかっていうのは、私とどもの一つの研究テーマだったりします。モジュラリティを上げればいい、ソフトウェア工学的にはいいことは分かっているんですが、性能は下がっていきがちなので、どうやってそれを止めるかっていうことは、まあ、まだ研究、されていることです。で、これも単なるキーワードのご紹介なんですけれど、なんで遅くなるかっていうと、まあ、コンサーンというのは今まで関心事っていうのは、いろいろあって、こう、見つけて分離してくださいって言ってきたんですけど、実は、関心事の中には、分離したくても分離できない関心事っていうのがあることが知られております。これをクロスカッティングコンサーンズっていうんですけれど、まあ日本語では横断的っていうんです。何に横断するかっていうと、横断的関心事で、何に横断してるかっていうと、他の関心事と横断してるってことしてるんです。典型的なのが高速化のための機能は大抵クロスカッティングで、高速化したいって思うと、まあ、例えば GPU を使うようにしたいと思うと、それは関心事としては非常にクリアなんです。設計レベルでは、人間がこう、日本語とか英語で喋ってる間は、明らかに関心事、独立した関心事のような気がするわけです。GPU 化っていうのは。ところが実際のソースコードを考えると、それはいろんな他の関心事と、まあ、またがってますよね。それこそ、なんでしょう、データの初期化をするルーチンにも関わってきますし、GPU 化しようとすると、そのメモリをどうやって
行ったり来たりさせるかとかってことを考えますから、そうするとあのデータの初期化のところにも関わってきますし、ステンシル計算だったらステンシル計算の本体にも関わってくるし、まあ、いろんなあの別な関心事の取ると、関心事のグループで分割すると全部の関心事に関係してくるような関心事ってのはやっぱり世の中存在するわけです。でかといってその例えば GPU なら GPU 化するっていう関心事で本当にそのプログラムを分割してしまうと、今度は他のこうメンテナンスの時、保守の時に困るわけです。初期化のとこだけ変えたいのにっていうと、いやそれはあの GPU 関心事の中の一部で、そこをいじるときに他も全部いじらなくちゃいけないので、うわっていうふうになっちゃうわけです。というわけで、これをどうにかしないと、まあこういうのは存在するので、あの、しばしば、まあこれだ、理由はこれだけじゃなくて、そもそもモジュラリティの、いろんなプログラミング言語のモジュラリ、あの、モジュール化するためのメカニズムを使うと、あの、遅いっていう、遅くなりがちっていうのもあるんですけれど、あの、まあ未来に備えるものなので、どうしても未来に備えようとすると実行するときに決定しようとかっていうことになって、いちいち実行するときにさあどうするんだった、今日はどうするんだったっけみたいなチェックが入るので、それで遅くなるんですけれど、まあそれ以外にも、そのクロスカッティングコンサーンっていうのがあって、本質的に結構難しいと。だからその高速化だけを追求してでも、リファクタリングする、なんか変ですよね。高速化のためにまずリファクタリングして、そこを高速化して終わったのでまた元に戻すと、さっきの高速化一体何だったんだみたいな話にもなっちゃいますから、これがあるので難しいです。でこれも残念ながら解決策はございませんで、まあ、パートリーな解決策としては、コンパイラーとか、まあ、言語処理系とか、あるいはその実行時のフレームワークとか、そういうものが頑張って、まあ、よく織り込むっていう言葉を使うんですけど、あの、きれいに分離されているコードを実行直前とかコンパイルするとき、あるいはリンクするときに、あの、お互いにこう、混ざり合って、まあ、きれいに分かれていない、まあ、タングリングコードっていうんですけど、これ。きれいにモジュラーになっているコードを、あの、部分的にこうタングリング、あの、タングリングコードに戻してやって、それでその性能の劣化を抑えましょうっていうのが、まあ、一応、大きな意味での方針としての解決策になります。知られている解決策になっています。これの分かりやすい例が C++ テンプレートで、あれはコンパイルするときにテンプレートがこうマクロ展開みたいな感じでぐわーっと展開されていろんな最適化なされるんですが、あれはあの、まあ、ある種の決心をコンパイルするときまで遅らせていて、で最後コンパイルするときにあのタングリングコード、あのテンプレートとそれを使うコードときれいに分かれてるやつをコンパイラーが頑張ってぐちゃぐちゃなコードに変えちゃうわけです。逆にでもぐちゃぐちゃなコードに変えるから、あの、最適化効いて、実際の最終的な性能は上がるっていうのが、このメカニズムになります。まあなんですけど、あの、だからゆえにそのテンプレートでバグを出すと何やってるかさっぱり分からないとか、なっちゃうのは、結局その、あの、コンパイラーが吐くバグレポートっていうのは、そのタングリングした後の、きれいに分かれてたやつをこうぐちゃぐちゃにした後の状況で、いや、ぐちゃぐちゃにしてみたら実はバグがありましたとかってレポートされるので、あの、なんでこのぐちゃぐちゃにした後のコードでバグがあるって分かっても、それが元のきれいに分かれた状態だと 何が原因だったのかが全く分からなくて立ち往生するっていうのが、あの C++ テンプレートの問題だったりします。というわけで、一応、きりはいいんですが、スライド的にはまだ若干あるんですけど、もしかしてあのご質問の時間を取った方が良いようでしたら一旦っていうかここで、はい、終わっちゃうんですけれど、いかがでしょうか。はい、じゃあちょっとこれお渡しした方がいい、はい、何もないようでしたら、そうですね、喋るんですけど、はい、あのせっかく時間を取っていただいたので、あのめったに聞く機会のないお話だと思いますので、ご質問等ございましたらいかがでしょう。大丈夫ですかね。じゃあもう少し大丈夫ですかね。じゃあ構わずあの最後まで時間の限り話しますと、で格論なんですけど、もうちょっとプログラミング言語に近い話をしますと、まあ、セパレーションコンサーンズどうやってやるかで、もちろんフォートランでもできるんですし、C でもできるんですが、で、やられてきたわけですけれど、
オブジェクト思考っていうのが登場したのは、一つにはこれに非常にマッチするから、合ってるからだっていうのもあります。で、オブジェクト思考っていうといろんな機能を含むんですけど、ここでまずオブジェクトの一部だけ取り出して、セパレーションオブコンサーンズに関係あるところを取り出しますと、MPI の例なんですけど、こう副作用っていうんですが、簡単に言えば代入ですね。変数の値が、変数の値が、一回最初の初期値の後にプログラムが進んでいくと、新しい値を代入したりしますね、フォートランなんかの場合。ああいうことがあるプログラミングではですね、そのデータっていうか変数です。変数の値とかデータと、それを値を書き換える関数っていうのは、できればセットで提供した方が良いというふうに言われています。同じ関心事に属するものだと思っていた方が良いと。だ変数がいくつかあって、例えばその行列なら行列があって、その行列を書き換えたりする、サブルーチンっていうのは、できるだけ、関心事という意味では、そのマトリックスを表す、普通の配列で表すと思うんですけど、その配列の定義と、それをいじくる、操作するサブルーチンは、なるセットに固めておいた方がいいと。で、プログラマーの目線から見て、同じコンスタントというか、同じモジュールにあるというふうに思わせておいた方が、何かと良いというふうに言われています。で、例として持ってきたのが MPI なんですけど、これは、そうなってないケースです。そうなってないと思われるケースです。例えば、MPI リクエスト、MPI でなんか I レシーブとかやるときには、MPI リクエストっていう変数を宣言して、それから MPI ステータスっていう変数を1個宣言して、その後、おもむろに I レシーブを呼びます。で、I レシーブの引数に、リクエストっていう変、MPI リクエストへのポインターを渡すと。で、終わったら、次になんかMPI ウェイトを呼んで、今度はリクエストとステータスのポインターを渡して待つと。で、この状態では、全部 MPI なんちゃらってついてますけど、基本的にリクエストと MPI リクエストと MPI ステータスと MPI レシーブと MPI ウェイト全部バラバラです。データも、関数もバラバラです。今はリクエストとステータスと、この4行全部、これ、固まって書いてますけど、原理的にはこの MPI リクエストの宣言、REQ っていう変数の宣言が全然違うファイルの、グローバル変数であったとしても問題ないわけです。逆に言うと、こういう MPI リクエストみたいなものは全然違うファイルのグローバル変数に書いちゃっても問題ないっていうところが問題だと。簡単に、プログラム書く人がセパレーションオブコンサーン、セパレーションオブコンサーンって頭の中で念仏みたいに唱えながら書いてれば問題ないんですけれど、あんまりつい気が緩むとそういうことしてしまうと。で、そうすると、セパレーションが崩れるのでよろしくないわけです。で、オブジェクト思考っていうのは、ある種そういうことを強制的にやるメカニズムだということができて、これ読めなくてもいいんですけれど、オブジェクト思考っぽい言語で書いたんですが、それでやると多分、リクエストっていうクラスを、オブジェクトを作って、で、そのリクエストっていうオブジェクトに対して、I レシーブっていう、関数みたいな、サブルーチみたいなものを呼び出すと、受信が始まって、そのリクエストっていう、オブジェクトっていうか変数に対して、ウェイトってやると、終わるまでそこでストップ、MPI ウェイトが呼ばれると。いうのが書けるようになります。で、定義も、リクエストっていうオブジェクトに関係しているのは、MPI リクエストとか MPI ステータスとか、I レシーブとかウェイトとか、そういう関数ですよっていうことが、はっきりそう書いてある、あって、使うときには、無理やりセットで使わされるわけです。で、これ、細かいところはどうでもいいんですけど、ポイントはですね、そのセパレーションコンサーンズっていう視点からすると、例えば、目的の関数を、すごい簡単な話なんですけど、こういうふうにやるとですね、目的の関数を利用者の人が探しやすいと。つまり、MPI 通信をしたいと思うと、なんかリクエストっていうオブジェクトがあると、それに対してなんかいろいろ命令を発行すると、なんかできるんだなと。で、プログラム上も定義が一箇所に無理やり強制的に固めて書いてありますから、探しやすいと。で、この手のプログラミング言語の場合には、マニュアルも、その、
クラス定義に沿って階層的に整理されているので、リクエストっていうページを見ると、そこにどういうことができるか、アイレシーブとかウェイトとかっていうのがまあ書いてあるわけです。だからまあ探しやすいと。で、もちろん MPI のマニュアルも、書いた人はそんな頭の悪い人ではないので、同じような分類で書いてあるわけなんですけれども、オブジェクト思考言語っていうのはそれをまあ無理やり強制すると。そういうノウハウがない人でも、オブジェクト思考言語ではそういうふうにこう、きれいに無理やり分類しないとプログラム書けないので、まあ無理やり分類されてしまうと。で、分類されているので、例えば Java 言語みたいな言語の場合には、プログラムの中のコメントでいろいろルール、説明を書いておくと、自動的にそのコメントを全部抜き出して、ウェブページにまとめてくれるっていう、そういう、ツールもついてます。そうすると、この例で言うと、リクエストっていうクラスは何なのかっていう説明を書いておいて、で、ウェイトっていう関数は何なのかっていう説明をソースコードの中に埋め込んでおくと、プログラムが全部関係する話だっていうか分かるので、全部抜き出して、きれいに分類して、ドキュメントを自動的にドキュメントを作り出すなんてこともできるようになります。まあ、こういうところが、まあ、オブジェクトしかいろいろ細かい話あるんですけど、そういうことをこう忘れたとしても大事なわけです。で、これは、こういうテクニックは別にフォートランとかでもきっと使えるはずで、ちょっと練習がてら、無理やり私もフォートランで、オブジェクト思考っぽいことをするにはどうしたらいいかっていうのを考えてみたんですけど、例えばフォートランで MPI のことをやるとこんな風になると思うんです。なんか、リクエストっていう、これは整数ですよね。フォートランの場合。だ整数なんだけど、実はこれは内部的には、内部にどっかに受信状態を表すデータがあって、それに番号が振られていて、その番号のことがリクエストってことなわけじゃないですか。で、呼ぶときはこんな風にコールするわけなんですけど、これをですね、例えば、これを本当にいいかどうかはちょっと怪しいんですけど、例えばデータを中心に名前を変えてみるだけでも、いいかもしれないと。で、例えば、こういうふうにするわけですね。アイレシーブで名前を統一揃えてみようと。そうすると、まず、MPI でアイレシーバーでメイクってやると、で、必ず第一奇数はアイレシーブってことにしておくと。整数にしておくと。で、読み方としては、アイレシーブに対して何かしたいんだから、必ず第一奇数の番号の何かに、この関数の処理をするっていうふうな、もう約束にしておいて、そうだと思って、まあ、プログラムを読みましょうと。で、そうすると、例えば、アイレシーブ、なんか、レシーブしたいときでは、レシーブっていう、キーワードで検索すると、ザラザラザラっと出てくるわけです。前はですね、オリジナルはどうだったかっていうと、オリジナルは、あれ?オリジナルは、まあ、知ってる人はわかるわけですけど、このウェイトとアイレシーブが同じ、何か関係するってことは、まあ、にわかにはわからないわけですよね。チュートリアル見ると、アイレシーブの後にはウェイト呼べって書いてあるので、あ、そうかって思うわけなんですけど、チュートリアル読まないと、なんでアイレシーブとウェイトが関係するのかって全然わからないわけです。だけど、例えば試みで、先頭にですね、アイレシーバーとかってつけてみると、例えばこういうネーミング、名前の付け方を変えてみると、データ中心に変えてみるだけでも、その、レシーバー、なんかしたいときにアイレシーブで検索すると関係する関数が全部ザラザラザラっと引っかかってくるので、ああ、こうやって使うのか探しやすくなるかもしれない。これも、すごく単純なんですけど、セパレーションコンサーンズの、まあ、一つのやり方です。別にオブジェクト思考で片目で書かなくても、こういうふうに人間から見て、まあ、探しやすいとか、検索しやすい、コードが同じ場所にあるとか、いうのだけでもだいぶやっぱり違う、保守性が変わってくると思うんです。で、これもその、メイクっていう、なんか作ってゲットするっていうことにしておくと、まあなんとなく通じるかもしれないなと思ったわけです。ただこのやり方の欠点はですね、実際のフォートラン、MPI の場合には、I センドだろうが I レシーブだろうが、MPI ウェイトで済むんですけれど、このやり方で名前をつけていこうとすると、結局、
ウェイトはアイレシーバーゲ、あのウェイト、ゲットと、あ、これウェイトのつもりなんですが、これって MPI ウェイトのつもりなんですけど、あの、アイレシーバー用の MPI ウェイトと、アイセンド用の MPI ウェイトみたいに、こう、分類上、本当は同じ関数なんだけれども、わかりやすくするしようと思うと、バラバラに書かなければいけないっていうデメリットが、まあ、あります。まあ、だからこういうふうに名前を揃えるっていうのも、他に一筋縄ではいかないですね。あの、これやると、その性能が悪くなる可能性があります。まあ、少なくともメモリーフットプリントは増えますよね。まあ、だから、あの、オブジェクト思考では継承ってインヘリタンスってのがあるんですけど、まあ、あれもいろんな意味があるんですが、あれを使うとですね、その共通部分っていうのをちゃんとモジュールとして書けるようになるのが、まあ、メリットだったりします。まあ、なんか分かってる人じゃないと、あんまり分かんないかもしれないんですけど、要するに I レシーブも I センドも、まあ、ノンブロッキング通信をするっていうカテゴリー分類から見ると、同じグループに属するわけですね。だからまあ最初に大項目でノンブロッキング通信っていうこう、まあクラスを作っておくと。で、それには必ずゲットっていうかまあ MPI ウェイトみたいなものがありますよと。なんか通信の終わりをチェックする関数がありますよと。だけど、その大項目の中に、レシーブとセンドっていう小項目が入っていて、で、それぞれは、違うメイクがあるんだと。定義がちょっと違う。あの通信を開始するっていうかあのルーチンが定義されています。だけど、オブジェクト思考の継承っていう考え方は何をしているかっていうと、I レシーバーも I センドも両方ともゲットっていう、まあ、MPI ウェイトに相当するものはありますというそのある種のこう構造があらかじめ定義されているので、こういう構造を知っている人からすると、I レシーバーの中ではノンブロッキングっていう分類に入る大分類に入ってるやつも全部共通して使えるんだなってことが分かるので、やっぱり同様にして探しやすいと。まあさっきの例で言うと、さっきはあの I send make と I send get と I send receive get ってバラバラの名前の同じ関数を作ってたんですけど、そういうことを自動的にやってくれるメカニズムがオブジェクト思考言語には入っていると言えなくもまあないです。まあこういうふうにあの新しい言語を使えば使うほど、いろいろこう、念仏のようにいろいろ呪文を唱えて、いつも意識しながらプログラムを書かなくても、まあ無理くりこう、正しいとされている方向にまあガイドしてもらえるっていうメリットはありますが、まあだからそういう言語は流行るわけなんですけれど、まあだからといって、スポートランとかそういう言語ではそれができないかっていうと、あの、気合が入れれば十分可能っていうのは言えると思いますというところで、あの本当にタイムアウトしたので終わりにしたいと思います。あの取り留めもない話で、どうもすいませんでした。本当にありがとうございました。あとセパレーションオブコンサーンズとかほとんどの人聞いたことあるんじゃないかと心配されてましたけど、本当に我々こんな話一度もそうですか、ね、まともな教育を受けたことがない。Google で聞いてみると出てきますので、もしあれでしたら、いやもう大部分の方はあの初耳なんだと思います、私も含め、はい、ありがとうございました。